はい、はい、それではお待たせしました。代表の会見を始めさせていただきます。お疲れ様です。昨日、代表に選出をしていただいて、今日はあの民主党の岡田代表と、これから統一会派を組むにあたっての政策のすり合わせ、そして、今後の確認書というものに大筋合意をして、これから、両党で党内手続きに入るということを今決めました。時期的には木曜ぐらいまで、金曜の午前中にでもまた再び、この党首会談をやって、党内手続き両党とも終わったものを、終わればそこで、合意するという段取りとなっています。おおむね私からは以上ですが、皆さんの方から何かありましたら。それでは、社名とあの名前、はい、質問の方、はい、次回の確認ですが、次回の党首会談で合意されたことを追って、統一会派結成、はい、はい、はい、今日は統一会派の先には新党の結成についても、何らかの話し合いにはなったのでしょうか。今日はなってません。ただこの確認事項の中に、政権交代可能な政治を実現するために、両党の結集も視野に地方組織も含め、さらに信頼関係を高めるという文言が入ってますので、私はこれ、新党を目指すと。昨日党大会でも申し上げたように、新党を目指していきたいというふうに私は思っています。はい、はい、どうぞ。はい。そうですね、政策のところですね、はい、公務員の総人件費、はい、2割か差し替えの掛け合いなんかはどうですか。ですね、身を切る改革のところで、はい、国家公務員総人件費2割目標にその削減を目指すと入ってます。はい、入ってます。職員団体との協議を、協議と合意を前提としつつ、はい、数字も入ってます。はい、はい、まあ、民主党からの言及は全くありません。いずれにしても今、円満な形で、協議を進めている最中なんで、内容については控えさせていただきたいと思っています。全くありません。はい、はい、今年の5月に代表に就任してから、ずっと年内に100人規模の新党または政治グループを作りたいということを申し上げました。本当にまだ第一歩ですけれども、ようやくここまで来たなという感じがしています。やっぱり意義としては、この一強多弱の状況の中で、まず緊張感のある国会を実現するためには、野党がバラバラでは太刀打ちできないということは、これはもうずっと今までの経験で、失敗を繰り返してきているわけですから、やっぱり一歩進むことによって、ですから今回は民主党と維新の党ですけれども、この合意書の中にもですね、政策理念を共有する幅広い野党勢力の協力結集を目指し、各党各会派に呼びかけるという、内容が入ってますので、まず民主党と維新を皮切りに、それ以外の野党勢力にも声をかけていくということだと思っています。はい、はい、麻生代表は野党さんの討論しますが、野党さんに、はい、共産党との入居どのように考えるでしょうか。これは何度も申し上げているように、共産党さんと一緒に政策があまりにも違うんで、政権構想だとか、
選挙、政策協定みたいなものは僕は難しいと思います。はい、はい、安倍政権と対立軸を打ち出すのであれば共産党との連携が鍵になると思われるんですけど、うん、それを踏まえてもうん、やっぱり政策が違いすぎますよね。ですからちょっと政策考えたときに難しいんではないかというふうに思います。はい、はい、東京新聞の宮本、統一会派は衆参同時にという理解でよろしい？一応今のところそのつもりでいます。それから衆議院 の、 会派、うん、大阪系がまだ困っている問題は、はい、それと合わせて会場きれいにします。はい、はい、そういう会派結成で、まあ、党内分通常努力ですけど、維新の党としては今後、まあ、明日、まあ、金曜日まで分断で通常通って了解されるという予定でしょうか？まあ、日本総会、まあ、基本的には昨日党大会である程度の確認はできてるんで、はい、あれですけれども丁寧に、まあ、両院懇談会なり総会、まあ、両院って言ってももう二十数人ですから全員で一回集まって意思統一をしたいと思ってます。まあ、丁寧にね。ちなみにその、今後の確認事項と、まあ、政策の内容も、まあ、当然と丁寧に。もちろんもちろん。はい。自分がこうかもしれないんですけれども、衆参両院の議長に対しては金曜日に届けてるっていう理解で。どうなんですかね。なんか月曜の議運に出したいというふうに思っています。ですから金曜日に何かその前触れみたいなのが必要なのかどうか。はい、これまで政策協議やってきたわけですけれども、どのものが一番こう取り合うのが難しかったのか、どうですか？まあ、身を切る改革の部分かな。ただ、全部です。ただそれはきれいに入れ込むことができましたんで満足はしてるつもりですけどね。はい、はい、今後ともこれまで党としては違う政策、党としては政策出てる政策は違うわけですけれども、何が乱れたりとかそういう懸念というのはありませんでしょうか？統一会の中で、まあ、きちっと意思決定システムをきちっとすれば問題ないと思いますけどね、うん、そんなにもともと大きく違うところってないと思いますよ、うんうん、はい、話題変わってしまって恐縮なんですけれども、はい、高木復興大臣が改めて今日会見を開いてですね、はい、まあ、自身の政治資金、政治資金の問題について説明して、うん、まあ、続投をするという意思を、うん、まあ、発表されたんですけれども、うん、まあ、この会見についてまずどのように受け止めるかということと、うん、あと、まあ、この後復興との編集審査ありますけれども、うん、まあ、その場でも維新の党として追及していくのかどうか教えてください。まあ、ちょっと会見見てないんで何とも言えませんけれども、まあ、早くすっきりした方がいいんでしょうけどね。まあ、復興特の中でやるかやらないかはちょっと分かりませんが、すっきりした方がいいというのは問題はすっきりした方がいいというか、それともおやめになってすっきりした方がいいというか。まあ、ずっと疑念を抱かれてるんで、本来であれば一回辞任をされて、すっきりされた方が復興という政策目標のためにはいいかもしれないですね、うん、はい、政策協議について人生の削減自身は、まあ、強く通じるようにされてこられたんですけど、うん、この協議の中では削減を断行するとしかなくて、これはどういった理由でこうなんですか？いいですか？いいです、はい、それはそれぞれの主張はまだ尊重していますので、でこれは国会の話ですから、今日も議長公邸行っていろいろそれぞれの党の意見を申し上げますから、そこでは我が党のスタンスをはっきりさせますけれども、
まあ、基本的にはあの大幅削減するという我々の案を、堅持しつつですね、まあ、全体では合意を図っていかなきゃいけませんから、民主党だけじゃなくて、やっぱり定数を削減するっていう、やっぱりそのこれを実現するということが一番大事だということで、うん、そういう表現になっているという理解です。ただ今の段階ではこれ統一会派で別々の政党ですから、あの一つの政党のマニフェストのようにびっちり決める必要はないんですね。方向性が見出せればということなんで、あの選挙の時にも民主党の言ってた数と僕らの言ってた数は違いますんでね。ただ、その辺がベースになって大幅な削減が行われるということであればですね、まだ別の政党ですから、そこまで詰める必要はないんではないのかなというふうに思ってます。これが一つの政党となったらば一つのマニフェストになりますので、その時にはびっちり詰めなければいけないと思います。でまだそれ以外の各党各会派の皆さんにもこの合意書をベースに政策が同じくする方は、参加をしてもらおうというふうに思ってますので、そういう意味でも、びっちり数字まで入れるということではありません。はい、はい、民主党の中には、はい、まあ、民主党を壊したということで小沢さんのアレルギーが強いんですけど、ね、うん、初党だけど小沢さんの会のようにやっぱり同じ統一会派を作れなくてできたというか、僕はね、まあ、共産党以外のすべての政党は統一会派を組むべきだと思うし、共産党に関しても、国会内での協力はやっていくべきだと思っています。やっぱりね、政治は過去じゃないんですよ。やっぱ政治は未来なんですよ。ですからあんまり過去がどうだこうだ言ってもね、あの僕は仕方ないなというふうに思うし、どうやって今の安倍内閣の暴走を止めるかということにどれが有利なのか不利なのか、戦略戦術ですから、この統一会派とかいうことはね、あのそれで考えていくべきではないかなというふうに思います。好き嫌いとかですね、あの過去がどうだったとかね、いうことでは僕は関係ないなというふうに思います。友達の集まりではありませんから、やっぱあくまで政治ですから、公的な部分を僕らやっているんで、政治に感情を持ち込むべきでもないと思うし、政治は未来を語るべきだと思います。はい、これまで戦略戦術として、はい、まあ、法案提出して、うん、まあ、与党との修正を図るというのは、まあ、大きな国でやってられると思うんですけども、うん、その是々非路線というのはどうされるんですか、これから断行するんですか。いや、もちろんあの国民に対して是々非々のスタンスで何でも反対をするつもりはありません。民主党もそうだと思います。はい、はい、はい、安全保障政策のところなんですけど、はい、これは憲法違反と指摘されている部分を全て白紙で、うん、共産党は、うん、あの主張しているような一旦全て白紙に戻した上で新たにまた法案、まあ、共産党は新たに白紙に戻すところまでですが、うん、一旦その全部白紙に戻してそれから法案提出したっていうような方法っていうのはこれいかがなんでしょう。共産党の、その部分的な白紙撤回ではなくて一旦すべて白紙に戻すという部分、共産党と一緒に共存できる部分というのはあるんですか。まあ、共産党がどこまでのことを言ってるのか詰めてないからわからないですけれども、少なくとも憲法違反の部分で、我々は憲法違反の部分、憲法違反の範囲内で我々は法律出してるわけですよ。ですからただ憲法違反の部分に対する廃止というのは、これは両党同じ思いですから、ここまでは同じ土俵なんではないかというふうに思います。共産党がどうかというのはちょっと分かりません。はい、政策の関係で消費税の引き上げは分切る改革の前提と前提的に、うん、うん、これができない限り反対するということで、それとも、うん、まあ、その国民感情を考えても、国会議員や行政だけは全く身を切らずに消費税増税するというのは、国民感情を考えても納得できないんじゃないですかね。はい、はい、今日の政策の合意を踏まえて、選挙協力の進め方やその話などがあったんでしょうか。これ今週の金曜日に
これで合意できたならば、次に選挙をどうするかとか、政策をどうするかとかいう、今度、協議機関をまた新たに設置することを考えていきたいと思っています。やっぱり選挙となると、これはもう統一会派を超えてくる話ですから。うん、はい。はい、2030年代原発ゼロというのは民主党のマニフェストにあった期限だと思うんですが、うん、維新の党はもうちょっとなんか早いスケジュール感を持っていたような印象を私は持っているんですけど、いや、うちは2030年原発フェードアウトだったですよね。同じです。同じじゃないですか。2030年原発フェードアウトっていう言い方をうちはしてたと思います。ですから、まあ、もっとよりゼロフェードアウトからゼロになったっていう感じじゃないですか。はい、まあ同じですよ、考え方は。他に、はい、はい、毎日のまとめです。はい、今日は意思決定機関みたいなで話し合わせて、それもこれから作っていかなければいけませんねっていう話はしました。例えば政策はもう合同の部会にして、ただ意思決定は別々の政党でする機関を作るとか、そういうその政策とか、まあ、これは統一会派よりあれ進む形かもしれませんが、選挙の機関みたいなものも作っていかなければいけませんねという話をしました。それは幹事長を中心にやってもらいます。はい、まだ決まってないです。それも詰めていきます。他によろしいですか。はい、どうも、はい、ありがとうございました。資料の方、お世話になります。お越しください。